ブラックリッチブレンド。こんにちは、アグラミチョランです。うっ、今日はね、台風で、身動きが取れませんので、昼からたこ焼き食べながら飲んじゃいます。今日飲むのはね、こちらウイスキーです。リッチブレンドウイスキー。これでね、ちょっと美味しいハイボールを作りたいと思います。まずはギチギチに氷を入れたグラスにリッチブレンドを注ぎます。まあ適当ですね、30ミリぐらいなんでしょうけど、もう40でも50でも好きなだけ入れちゃってください。そこにこちら 100% のパイナップルジュースです。これをね、ウイスキーの量の3分の1ぐらい風味付けに入れます。そんなたくさん入れなくていいですよ。これをね、入れたら先にね、混ぜてね、冷やします。なじませますね、パイナップルとね。ここに強炭酸、これをね、注いでいきます。昨日入れても強炭酸、ね、ちょっとね、炭酸の量が少ないですね、これだとね、グラスが小さかったです。あんまり細かいことは気にしません。これをね、縦方向に1、2回軽く混ぜましたら出来上がりです。いただきます。ソーセージがそれでなんかのゆうか、高松、そこでソーセージがどんどん減ってるのかし。どうぞ、ピザ1枚焼く。あー、爽やか。それは違うみたい。はい、飲んでください。飲んで美味しいって言って。はい、いただきます。いただきます。パイナップルジュースです。美味しい。あ、これね、アルファード。アルファードいいね。ハロウィンジャンボ、なんでもいいんかい。もう ピザですよ、ね、おいチーズを忘れてました。今日のね、お昼ご飯はもうたこ焼きです。これをね、食べていきましょう。チーズ入ってますから美味しいです。ピザとたこ焼き、粉もんですね。何笑ってんだよお前。どうで飲むの。それでやったら結構いっぱいになったんだ。
そんなにやれてない。全部やらんでよかったな。取っとけばいいか。カリ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 。なんでそのお酒に興味あるの？もっと飲んでいい。お酒はお酒を違うよ、高雅君。あとね、うん、うまい。あと17年ぐらい生きてください。コーヒーです、高雅。コーヒーも高雅、島次郎と島次郎のパパ大人になったの思うねってお約束してたよ。あっか、わからんやろ。雨の強さもあんまりわからへんやろ。結構降ってたり、結構吹いて、風も吠えてたりするのに関西も今から強くなるの？まだ。あ、だって今なんか最接近中だったね、さっき。最接近？うん。で、なんかこの円のなんか円の縁に警戒が強くなるというか。まあそうなんだけどさ。ここで喋る？うん、ちょっと待って、めっちゃ暑いね今だからさ。めっちゃ暑いねやんか今。冷ましてね。どうして？そう、なんか持ってきたよかった。ピザ食っとけ、ピザ。メンタもグリグリしてたな。グリ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 。メンタも取れそうになったな。取れそうにはならない。取れそうになったら救急車。あっち。湯気出てる。これ食べる？食べた。口やけどしてますね。それ一日走ってもバッテリー切れへんやったら番組ならへんよね。 NSX5 と NSX、 うん、カのね、ブラックリッチブレッド、これね、非常にいいです。このまだね、もう一つ下のランクにただのね、クリアブラックね、あるんですけども、あれはまあ700、800円ぐらいで買えるんですが、これはまあだいたい1000円ね、1000円から1100円ぐらいするんですが、数百円足すだけでね、味でグッと上がります。これはおすすめですね。まああくまで個人的な意見なんですけど、サントリーさんでいうところの角瓶、あれ1200-1300円するんですけど、あれと同等、あるいはそれ以上のね、味がすると私は思っております。まあ日課さんはだいたいそのコスパがいいですね。竹鶴の12年とかね、12年のエイジングのものでも2000円ぐらいで買えたりとか、非常にコスパがいいと私は思っておりますので、ウイスキーは日課さん大好きです。お？今日も銀髪が輝いてますね。ハーフですか？いいえ、生粋の日本人です。thank you.
あれミミリン高松さん私のどうしてダメ PC パートかめっちゃ暑いよ。暑いよ。めっちゃ暑いよ。